ちは、はじめまして。よろしくお願いします。小朋友，大家好，我是张爸爸，欢迎收看《地球的孩子》。小朋友啊，你们看张爸爸在练习日文，还有拿着这本日文讲义，会以为是我要去日本玩哦，其实才不是呢。那是因为啊，张爸爸今天要介绍几位日本的小朋友给大家认识哦。其中一位啊叫做原口植物野，另外一位啊叫做松崎智纪。他们两位小朋友啊跟台湾的小朋友不一样哦，放学之后啊不是啊跑去补习班或安亲班上课，而是到一位老爷爷的家里面去哦。他们会跟着老爷爷啊一起到小河里面啊去采集生物的样本，而且哦会帮忙喂小鱼小虾。最特别的是啊，他们正在富裕萤火虫的生态呢。三月底，樱花季尚未开始，几株早开的吉野樱在依旧凛冽的北风里悄悄探头。河泉川，一条位于横滨市郊区的小小河流，一如往年，每一年春天这里会有一场温馨的社区活动。他们是赖谷环境网的会员，今天的活动主要是清理河泉川里的垃圾，而活动的主办人是宫岛太太。川をきれいにだけじゃなく海まで続いているので、ここでゴミをストップさせたいと思います。で、一番大切なことは怪我をしないこと、安全に拾ってください。で、あととてもいいお天気なので、さっきは足元をよく見てねとは言ったんですが、魚も泳いでいたりとか花が咲いていたりとかするので、時々足を止めて、ああ、いい景色だなって見て向こうまで行きましょう。じゃあ今日ゴミ拾い頑張るぞ。团员里有一个可爱的小小身影，他是原口竹野，今年六岁，才刚从幼稚园毕业呢。松崎是小朋友团体里的大哥，有着领袖的气质，年纪也很轻呢。而一大清早，已经有个人开始默默地清理河道，他是宫岛爷爷，赖谷环境网的灵魂人物。小学老师退休的宫岛先生曾是个足球教练，为了寻找心中理想的退休生活，和宫岛太太在十多年前搬到了这里。书架上满满的动植物书籍，看得出他们对大自然的向往。而为了了解河流的生态，宫岛先生啊长期针对河泉川的水质做了完整的监测报告，偶尔他也带着这里的小朋友一起做水中生物的观察。为了富裕河泉川里的原生鱼儿，宫岛先生在他的小小院子里盖了一间小鱼儿的旅馆。不过他说，春天过后，鱼儿们啊就要回到河泉川的家了。啊，本当綺麗だこれ。ほら、泉がっていう名前。泉がいっぱい流れ込む川ですよっていう意味で、これその一つなんだね。河泉川发源于横滨市的赖谷区，长度约9.4公里，是近川的支流之一，汇合后向南流入相模湾。河的两岸曾经杂草丛生，也建了许多的水泥河道。不过在横滨市道路局河川计划科的管理下，这里啊开始有了新的风貌。他们与当地居民开会，讨论出最适合人与大自然共存的方法，决定还原河泉川原有的样貌，也给了下一代一个最佳的生态教室。有人的地方就有垃圾，这种情形在河泉川也无法避免。
于是在宫岛先生的提议下，濑谷环境保护网成立了。定年退職で、暇ができて、で宮島さんと昔同僚だったんですね。先輩なんですけど。で、まあ、昔から泉川のそういう環境を守るっていうのをやってるっていうんで、暇ができたからなんかみんなのためになることをやりたいんですけどって言って。じゃあ仕事いっぱいあるから来てって言われて、それから。いつもゴミ拾いしてるの？いや、いつもってわけじゃないけど、時々来てる。お母さんと、お母さんと一緒に。お母さん会員だから。あ、そっか。今日何回目ぐらい？お母さん、ここゴミ拾いって何回ぐらい？え、全部出てるわけじゃないじゃん、トモは。うん、何回だろう。 3回くらいやった。うん、トモは。うん、今日どんなもの拾った？携帯電話とか、いろいろ携帯電話、長靴とか。見せてくれる？わー、すごい。推しは取れるかも。大丈夫。上がったばっかりでまた降りて。はい、どうぞ。チャン。生活中不经意制造的垃圾，同样也给环境带来了许多压力。对竹野与志纪来说，清理河道不仅是一种活动，更是一种生活态度的养成。好了，行行行行，快点！好了，应该，应该，丸丸と太ってるんだから。ね。自然のあれを食べてるはずだからね。这里可以看见的是对于生命的尊重，以及人与自然并存的和谐。这样的观念来自于宫岛爷爷与小朋友们平日的互动。平常下课之后，小朋友们啊会骑着脚踏车来找宫岛爷爷，一起打造小动物们的家。从河泉川里采集的水草，是小朋友们玩躲猫猫最好的藏身处呢。差し当たっては川に遊びに来た子がこんな魚がいるんだよっていうのがこう見れるように。やっぱり自然すごいね。あんな川なんだけども、やっぱりそういう力があるんだよね。生命をこう守っていけるようなね。人工的にやろうと思うとなかなかいかないんだ。14年前在宫岛太太的建议下，他们搬来这里，除了开始他们的富裕计划，也和小朋友们建立了很特别的关系。川で遊ぶの好き？どこが面白い？生き物とか捕まえるのとか面白い。どこ仕掛け？说话有点小大人的竹野，其实个性也有点小迷糊。不过一提到生态环境保护，他倒是有着很多的坚持呢。ミシシッピ赤ミミガメという外来種。ありがとう。外来種だから、これはありがとう。なおちゃんが見つけた。なおちゃんが見つけたの。これ今日捕まえたの？違う、夏、去年の。子供の頃の遊びは、まあこういう川で遊んだりとか、たまに海に行ったりとか、林の中で夏場だとセミ取ったりとかね、そういう遊びはずっとやってきたから、まあそれに戻ってるような感じはするけどね。宫岛爷爷和小朋友的秘密基地里正在富裕原始萤火虫和平家萤火虫，
它们是早期和泉川附近常见的生物，也是宫岛先生最美的童年回忆。カワニナは両方食べるんですけど、源氏はカワニナだけしか食べないっていうような食性なんです。平家ボタルは他の、動物性のものを食べるんです。うちでは川で獲れたザリガニをあげるんです。オス。オスだ。ちょっとかわいそうだけど。え、どうするの？食べるの。誰が？ホタルの餌にするの。ホタルにあげる。いやだい、だけどね。昆虫って足3本ですね。あの三足だから。幼虫の場合でもそうなんですね。で、足のように見えてるのは実はね、あの枝。呼吸をするための、器官なんですね。宫岛先生和小朋友们用最天然的方法培育萤火虫幼苗，他们从河泉川里采集水草，也利用下雨天收集来的雨水，替他们打造了舒适的生活环境，当然也替他们准备了最爱吃的食物呢。これ実はその頃は幼虫を入れた後、ここにネットをかぶせて、あんな状態で小さなフレームをこうやって、で飛んでいかないようにするんですけど、まあ、時々抜け出してあの辺りで飛んでる時があるんですけど、そうすると泉川にはホタルがいるっていうことになってたんですけど、実は宮島さん家から抜け出って行ったやつだったんですけど。横滨市的人口啊有360万，比台北市啊整整多了100万人哦，而且它的大小面积啊刚好是台北市的 1.5 倍大，在日本啊它是仅次于东京的第二大城市呢。其实啊，在横滨市的郊区啊，还有很多的农田哦。但是因为年轻人啊，觉得种田实在是太辛苦了，都跑去城市里面工作，那农田就这样荒废啦。所以当然，自然的生态啊就失去了平衡。而我们的宫岛爷爷啊，为了希望能够恢复农田的自然生态哦，每一周啊都会带着竹野跟织姬他们哦，到农田里面啊去建立一个有机的循环田。而且啊，春天快到的时候哦。他们就会整理河道，准备插秧呢。回転性のメモリで、もう自分の視野を中心して、猛烈な勢いで。上午8:30，宫岛先生和宫岛太太开着车前往濑谷区的北边。今天呐、啊，有一个很特殊的活动。ここの生物調査から始まったんですよ。でここで水生の生き物を食べたり野鳥を調べたり植物を調べたりして毎月1回定例会っていう形で集まって、そういう生物観察をやってきて、それをずっとこう繰り返している時にたまたま自分の田んぼを使っていいよっていうお百姓さん平本さんに出会ったということなんですよ。平本先生的稻田曾经废耕过，为了建立完整的生态环境，宫岛先生和濑谷环境网的会员们租下了这片田地，开始啊用最原始的耕作方式开辟水道，筑起田埂，试着还原一个充满生命力的循环田。妈妈，ずっと見てんじゃないよ。水で洗うんだよ。そうしたらね、よく見えるから。宮島さん、のぞいたよ。わあ、すごい。これなんて言うんだっけ？土壌。土壌。浅浅的水道是孩子们的玩乐天堂呢。许久不见的泥鳅、小虾回来了。小朋友的任务是清理水中的青苔，然而每一网都有着令人意外的惊喜。行ってないよ。カツ行っただけだったっけ？カツだけ行ったんだっけ？そうだから立派にエビが見えてる。ネズムシ君いますか？ネズムいるのだ。これテスが取ったの。おお。土壌なんだな。カゲロウもいた。カゲロウもいますね。ゲンゴロウもいました。これゲンゴロウで、どれどれ、黒ゲンゴロウかな。
ここのところで、あのここは緑米を今年はやる予定なんです。緑米古代米ですね。古代米これは結構ね手間がかかるんですよ。古代米がなぜ古代米で終わっちゃったかという理由がよくわかりました ね。品種改良されてる米と全然違うという。難しいですか。難しいです。宫岛先生说，小草的根可以帮忙强化田埂，而好的田埂就可以保护农田，提供水中生物最好的栖息地，而这样也能建立附近的生态循环。これ今水っぽいけども乾くとかなり丈夫になるね。でそこにまた草が根っこを張ってくれれば完璧だ。これはヤマだね。違う、さっきのは違う。每年春天来临前，宫岛先生会先用田里的土做好秧床，将浸过水的古代米播下，大约十天后就会发芽了。而到了适合插秧的时候，也会邀请附近学校的小学生们一起体验田园的生活，并且了解水田与附近生态的重要关联。等到秋天稻米成熟了，就是大伙一起啊到田里收割的季节喽。除了田里的工作外，宫岛太太也会带着大家一起到农夫的家里帮忙农事呢。平本先生是濑谷地区少数的专职农家之一。尽管啊面临着农村人口外移以及日渐升高的土地税等问题，他和平本妈妈始终都热爱这份工作，也相信唯有保持农地的利用，才能建立人与自然的和谐。あの田んぼを借りてますよね。で田んぼを借りた俺、うん、それで始めたんですけれども、平本さんがずっと専業農家でその農地を一生懸命耕してらっしゃる、その農地が大事で、平本さんが元気であればその農地も元気でいられるので、そういう面もありますね。遠農っていうのは俺と今天的工作是育苗前的准备，简单的工具节省了许多人力与时间。而宫岛太太和会员们来到这儿，提供的其实不只是人力上的协助，也和平本妈妈和平本先生一起分享农业活动对人们的重要性。河道日活动接近尾声，看似整齐的小河里，大伙儿啊清出了许多垃圾呢。このゴミを出したのは誰だ？人間です。ね、大体あのいつも言ってるように石油製品が多いですね。で今節電って言われているけども、これも石油からできたものです。電気もそうですよね。こういうゴミをが出ないようなものって できないんですかね。お友達にも言ってください。ゴミを落とさないで ね土に戻るものは今度から使いたいです。でもこんな 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ぐらい。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。河泉川两岸的樱花开始绽放，宫岛先生的家里啊，有一场温馨的讨论会。小朋友们试着画出上午啊在河边觅食的鸟儿，大人们则谈论着今天的活动感想。こんな感じで集まってもらえないけどね。魚のいる場所とか、そうですね、魚の生態というか、名前とか、一緒に学校したいと思ってんだったら。
これ不思議だねとか言うと、それは何々っていう魚だよとか、いろいろ教えてくれるのが面白い。親では教えられないことをこういう自然のこと、自然のことを詳しい方々が子どもたちに教えてくださる。やっぱ親では、ね、算数の足し算したとかぐらいは教えられないと思うんですけど、環境なり自然なり生き物植物に関しては全く友達なので、私も主人もなので、力を借りて子育ての一環として、で勉強だけできてもちょっと困っちゃうので、ぜひそういう幅広くちょっと世界を見てほしいなっていうことで応募して今に至ってます。2、3、はい。人間も他の生物と同様に、あの生物という一つの種類なんだよっていうことで、しかもみんな何らかの関係を持ちながら全体が生きていくシステムの中に人間が入ってるっていうことですよね。で、自分の住んでいるところにそういうことが感じられるような場所があるとね、いいんじゃないかなと思うね。特に都会っていうのは、そういう人間が生物の一員であるってことを忘れさせてしまうような場所だから、横浜市という大都会の中にこういう自然が残っているってことにすごく意味があると思うんですよね。で、そこで川にも、あるいは川の周りにもいろんな生き物がこう来た時に見れる、そういうことが僕にとって大事なことじゃないのかなって思ってますよね。もう生き物がいるっていうだけでも楽しいですけどね。竹野今年要上小学了，但是他的爸爸依旧很忙，没有办法带他参加重要的新生入学典礼。宫岛先生有点腼腆地问他：“那么我可以陪你一起参加吗？”每一年三月底四月初啊，是日本樱花盛开的季节哦，也是日本啊一年里面最美丽的季节了。而且宫岛爷爷哦还告诉我们说啊，等到天气再暖和一点哦，哇，他们的田里面哦还会传来青蛙的大合唱呢。哎，说真的哦，张爸爸也很希望台湾啊能够赶快啊恢复到以前的自然生态呢。不过现在啊，我还是赶快来学学看啊，农田里面很多动物啊日文怎么说好了。嗯。萤火虫是 Hotaru， 乌龟是 Kame。 这一弯弯微笑月光，安安静静呵护我回家，谢谢你的守望，让我把一切看清楚，就算寒风呼呼也变成